富田林市中心部周辺の空中写真。1985年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。富田林市は大阪府の南河内地,地域に位置する市。本校では前身にあたる富田林村、市政施行前の富田林町についても述べる。戦国末期に、 交渉地別院を中心とする寺内町として都市が形成され、江戸時代には在京町として発展した。その他の市街地は UR 都市機構や近鉄、南海電鉄などにより開発されたベッドタウンとなっている。富田林寺内町は戦国時代に起源を持ち、歴史的建造物からなる町並みが保存され、重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。 平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.68%減の11万3984人であり増減率は不可43市町村中33位72行政区域中60位とんだばやし市は瀬戸内型機構に属する1998年から2000年の3カ年の統計では 平均降水量は1 3 0 0ト、mm、ル程度。平均気温が摂氏16度程度である。突起なき場合、歴代市長による定数は18人。2020年7月31日時点での開発構成は以下の通り。銀行信用組合労働金庫富んだ林市内、ししない。各区域の郵便番号は584から 00xx となっている。 金剛駅に関しては、駅舎が大阪狭山市であるが、東出口のロータリーが、富田林市に位置する。滝谷不動明王寺競祖祭、PL 花火芸術毎年10月第2土日、第3土日に、地区ごとに栄光をし、各市宿の神社へにわかを奉納する、伝統行事。主に、神道大工組で制作された庭家団りが多く、存在する。ありがとうございます。